ね、もう遡ること40年も前になるわけでございますけれども、この君地域の地域の皆様から土地の領地の提供をいただいて、そしてまあ建設することで小学校の皆様の家、そして保育園の子どもたちの夏休みの水遊びの場としてご利用ご活用いただいてきたところでございます。まあ、言って役割を今回終えて、より便利なですね、この小学校の敷地の中にこんな素晴らしいプールが、綺麗なプールが完成いたしました。このプールの完成に至るまでにご尽力いただきました国の関係者の皆様、教育関係の皆様、地元の皆様、そして何よりもこの工事の建設に関わっていただいた工事関係者の皆様、暑い中大変ご苦労様でございました。予定通りの日程で完成していただきましたことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。まあ、江部市も非常に厳しい財政の中ではございますけれども、やはりこれからの時代を担っていく人材の育成、とりわけ子どもたちの教育環境の整備にはやはり優先順位を高めてですね、予算の運用をしていきたい、まあ、そのように思っておるところでございます。どうかこの完成した新しいプールをですね、全然活用していただいて、まあ、水泳の技術の向上、あるいは体力の向上のみならず、一回りも二回りも大きな人間に育っていただければ、教育関係者も含めてですね、私から強い期待とお願いを申し上げる次第であります。私も水泳は大変好きなスポーツで、今も時々泳いでます。これは年取ってもできるスポーツですので、このプールを使って平泳ぎでなり、クロールなり、背泳ぎなり、またバタフライとかですね、ぬかきでもいいです。いろんな泳ぎ方をマスターされれば、これから皆さんの人生に豊かなものになるというふうに思っております。どうかこれからも皆さんのますますのご発展、とりわけ子どもたちの健やかな成長、そしてそれをお支えいただく教育関係の皆様、地域の皆様のご健勝、ご活躍を記念いたしまして、本日プール開きにあたってのお祝いのご挨拶とさせていただきます。本当に皆さんありがとうございました。失礼いたしました。